ハロー、ニョシオ、こんにちは。どうも、世界のコミディアン、ヒヨゴンです。今日もね、すっぴんでお送りしております、ヒヨゴンでございます。まあ、すっぴんで YouTube を撮るというね、女性 YouTuber は、まあ、いないと思うんですよね、あんまり。あんまり、まあ、いるとは思うけど、あんまりいないと思います。皆さん、こう、バチバチに決め込んでね。皆さん、こんにちは。ヒヨゴンです。今日は、みたいな感じの女性 YouTuber、バカにしてるわけじゃなくて、本当にそういう人が多いんじゃないですか、やっぱり女性ってね、そうでないと。やっぱり女性は綺麗でないと。でも私って本当に化粧するときは限られていて、ふん、限られているんですね。だから私は数少ないすっぴんで動画撮る系 YouTuber の星になりたいと思っています。ありがとう。で、今日はですね、先ほど黒猫ヤマトの宅急便の方から電話が来まして、なんぞやと思いこう出たんですよ。はい、もしもしって。で、そしたら、まあ、ひろかずさんのお電話で間違いないですかって言われて、私漢字がですね、全然ひろかずって感じじゃないのにひろかずって言われるんですよ、最近郵便局の人に。お名前はひろかずさんですかねとか言われて、ひろかずじゃないです、ひよりですっていつも言ってるんですけど、で今日も電話でひろかずさんですかって言われたから、ひろかずですって言ってやろうかと思ったけど、いや、ひよりです、あ、ひよりさんすいませんとか言って、何が面白いと思いながら、それでまあ、はい、そうです、ひよりですって言って、あの、すいません、アマゾンさんの方からですね、お荷物が届いているんですけども、あの、住所がで終わってるんですよと言って、なるほど、はい、なのでちょっとお届けできないんですよね、ふんで終わってるので、なるほど、じゃあ今から取りに行ってもいいですか。あ、来れますか。ふん、センターなんですけど、はい、家からめちゃくちゃ近いんで取りに行きます、今から。あ、はい、かしこまりました。あの、それもしかしてふんですか。あ、いや、ちょっとそれわからないんですけど、結構でかいですよね。まあ、そうですね、ちょっと大きいですけど、まあでも重たくないので、あ、なるほど、わかりました、じゃあ今から行きますって言ってすぐ行ったんですよね。そしたら、あ、早かったですねとか言って、うん、まあ、家近いんでと思いながら、で、まあ、その品物を見たんですよね。うん、めちゃくちゃでけえなっていう私の、うん、そう、感想をちょっと出しますね、そちらの方を。どうぞ。いや、もう画面に入りきらんでかさ。いや、おかしくないですか。私身長162あるんですよ。で、私のお腹のとこまであるんですよ。わかりますか。めちゃくちゃでかい。まあ、サムネでわかると思うんですけど、でかいんですよ、めちゃくちゃ。ちょ、行きますね。で、まあ、その品物を見たとき、私はもう笑いそうになってですね。あ、でかいですね。ちょ、私しかも歩いて取りに行ったから、で、こんなでかいものをね、持って街中歩いたらめちゃくちゃ怖がられるわけですよ。なんなんあいつ、でかいの持って歩きようと、みたいな。こっちが聞きてよってな。うん、まあ、それでこちらのものを私がすごく長い間欲しがっていたものなんですよ。だからそれを今から開封していこうと思います、皆さんと。みんな届いたよ、やっとね。じゃあ開けていきますね。何が入ってるか開けてからの、開けてからのお楽しみでござる。さあ開けているでござるよ。あ、ごめん、ちょっと今日はサメは撤退でお願いします。いきます、出しますね。早くね、なんかどんどこどん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 、なんでしょうか。トゥルントゥルントゥル、飛行機の皆様、今日も JAL をご利用いただき誠にありがとうございます。 JAL かどうかは知らんが、じゃーん、なんだかわかりますか。そう、ザイスです。ザイス光飛び、やばいって。なんかオカメ納豆みたいな納豆。え、なになになに、オカメ納豆みたいな納豆って、なになになに、やめてよ。はい、え、もう無理、多分これ光飛びする運命やん今日。はーい、じゃ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 ーん。え、ダイスがずっと欲しかったのって思った方、そうです、私ダイスがずっと欲しくてですね。で、これなんかめちゃくちゃこう、なんかガチガチできるよっていう、で、ここの厚みが14センチある、なんかモコモコのヤーツで、なんかわかりますか、なんか長い間欲しいと思っていても、なんか買うまでには至らないみたいなものありません。いや、本当に、え、それってじゃあめちゃくちゃ欲しいってわけじゃないんじゃないってなるかもしれないじゃない、知れないけど、いや、本当にめちゃくちゃ、めっちゃいい、ザイスいいね、感動。なんかケツが地上から4センチぐらい上がるわ。そらそうか。いや、ザイスいい、みんなザイス買ってください。いや、買ってください、おかしい、ちょっとあんた上上がって、そこに寄って、あー、もう、はい、めっちゃいい、座椅子。わ、みんなちょっと一緒に座椅子な人生を送りませんか。え、待って、なんか結構糸がめっちゃ出てるんだけど、何これ、なんでこの糸出てる。
まあいいまあいい、そんなクオリティとか求めてないんで、座れればそれでいいんで。あんなさ、今日座椅子を紹介するの回でござした。そこでなんとここで重大発表がございます。そこでなんとここでってなんかやばいな。位置情報がすごい、位置情報の混乱ナウ。はい皆さん、ここでなんとそこで重大発表です。ドゥルル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 ルピー、なんとこの動画、私の動画の100投稿目です。わー、私もう100本も動画上げたんですって。すごーいね、ハッピーです。ヒヨランの皆さんがですね、いつもいつも応援してくださるおかげでございます。皆さん大好きです、イエーイ。なんかもっと可愛くてね、喋り方も上品で、皆さん本日もご視聴ありがとうございますみたいなね、なんかこんな、私思ったんですよ、客観的に見て話し方めっちゃうぜえだろうなってこの間動画を見て思ったんですよ。この感じすらもちょっとなんかうざいなって思ったんですよね、この間動画を見てて。私のことを知ってくれてる、なんかもうファンになってくださってる方、今日もヒヨゴンやってんなって感じなんだと思うんだけども、初めて見た人からしたら私ってなんか、なんこいつって感じだと思うんですよね。でも皆さん、私のファンの方って初めての時があったわけじゃないですか。私と出会ったナイスミーチューの時期があったわけじゃないですか。でうざってならずに、何これちょっと見えとる、うざってならずに、もう違うやん今、そうじゃないやん、カメカムバで、うざってならずに面白いってなってくれたことに本当に感謝をします。皆さん出会ってくれてありがとうございます。縁がちょっかえ、本当に皆さんに感謝しております。皆さんにハピネスをお届けするためにこれからも頑張るので、一緒に走ってください、私とお願いします。そして私この間インスタグラムで、お悩みがある方はどうぞってブワーって募集したんですよ、お悩みを。そしたらもうみんな大丈夫ってぐらい悩み事があって、もうめちゃくちゃお悩み事が来たんですよね。で、私は皆さんにハピネスをお届けしたい身であり、皆さんを元気にしたい身であるので、その相談ごとに真面目に答えるという動画を撮影しました。なのでこの次の動画にあげたいと思います、その皆さんのお悩みに答えるという動画を。やはり皆さん、まあ生きていたら辛いこと、まあ、悔しいことと悲しいことの方が多いと思うんですよね。まあ、私はそうなんですけど、私の人生は、皆さんの人生はどうかわからないんですけど、まあこんなね、何も考えてなさそうに見えるバカでも悩むし苦しむことがすごく多いです。でもそうやって悲しい思いをすればするほど、いろんな人の立場になって物事を考えれるし、いろんな人の心に寄り添える人になると思うんですよ、私。だから悲しいこと辛いことがあることを、まあ、悲観的に考えるじゃなくて、あ、それでまた一歩成長できてるなっていう風に思えたら、まあいいなと私は思います。まあでもね、そんな綺麗事言ったって辛い時は辛いですよね。すごくわかる、すごくわかります。なんかそんな時こそね、私の動画を見て笑ってくれればと、心から心から本当にいつも思っています。だから皆さん、なんでこんな急に重たい話をし始めた私、次の動画でね、次の動画でこういうこと話してるのに、今回の動画明るくしておこう。そうそう、明るくしておこう。皆さん本日もご視聴本当にありがとうございました。インスタグラムのフォローぜひよろしくお願いいたします。みんなでハピネスの、あ、ごめんごめんごめん、ハピネスの、ハピネスの大共和国を作っていければと思っているので、皆さんインスタグラムのフォローぜひぜひぜひお待ちしております。はい、それでは、チャンネル登録ともぜひよろしくお願いいたします。それではアニョン。